毛髪サンプル、ボックスポピュラー買いますで、どうやっていきましょうか。左から行きますか。隠れてないですよ。シルバーイーグル、ここはお金がたくさんありますね。豊かな国です、ね、国が首が痛いですよね、寝違えると。そうだな、ビン、どうやって行こう。きっとあれが目的地ですよね。これで透明になっていきますか。よし、よしじゃない、全然よしじゃない。ちょっと、切れる前に、ちゃちゃっと行きましょう。ガラスがたくさんあるので、足音が立っていないか不安なんですけどね。大丈夫。ああ、イブがなくなってしまった。お、ヘルメットかぶった敵。じゃあ。これでやるしかないということですね。ひってえ匂いだ。ひってえ匂いだ。そうだ。誰か金持ちを呼んでこい。死体を片付けさせよう。金持ちを呼んでこい。どういうことだ。ダメだ。こういうステルスゲームだと黙っちゃいますね。下に降りると思います。目的地が示されていないので完全に憶測です。ウミウシの生態構造、ウミウシ、開いたような音がしたんですけど、開いていないですね。ここはどうやって向こうに行くんでしょう。あ、通気口がありますね。ウミウシどこだ。わあ、イブもないし、あまり下手に出られないですね。最悪温めましょうか。うわ、すごい重装備な方がいらっしゃいますよ。うわ、動いてない。こっちでいいのかな。焼かないようですね。今日は全然殺してないな。あのタイプの敵って、あのタイプの敵ってレーダーレンジ効かないですよね。うわ隠れるとこもないし、イブもないし、困ったな。最後まで戦え。もう、ご利用しダメだった。ブッカーさんと同じ感覚でいくと、I have a pressing need to speak to this so-called false shepherd stirring up so much trouble. We got enough problems without this damn fool shooting up the city and blaming it all on the fox. Though if he's amiable, yeah, he might be just the fellow we need for our immediate concerns. おお、これは本編の方で言ってたやつですね。いやー、ここ難しいな。ヘルメットしてないですね。そうだ、誰か金持ちを呼んでない。お、正面でもいいんだ。バレていなければ正面でもいいんだ。イブが全然使えないので、一人ずつ気絶させていきましょうか。
ごつい装備の方がちょっと厄介ですね。でも太ももに麻酔矢を打ち込めば眠ってくれたのでなんとかなるかな。ん？誰かいるのか？いないよ。なんでバレたんでしょうね。お、こっちっぽいですね。ハンディーマン手術と見てみたい。すごく見てみたい。あ、生きてる。あ、モッドがある。これは行きたいですね。あ、ハンディーマンだ。ちょっとゆっくり見たいのでここはおねんねしていただこう。あと2発か。あれはいいかな。あれは殴って気絶させましょう。こっちか。こっちにモッドがありましたよね。でもダイヤルどこにあるんでしょうね。眠った敵が見つかりましたよ。うわ、イブがないから影で来る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 よ来るよ。匂いでわかるわ。怯えているのね。すごい嗅覚。うう、もうこっちに行ってるのかなって。豚野郎を見つけてやる思っていたんですが、こっちに行く。なんか踊っていましたけど大丈夫ですか。ボックスの方も立ち上がってたけどって聞いたんですが、よし、君は重装備じゃないので大丈夫でした。今殴っといて、もし重装備だったらどうしようって。お、ハンディーマン、ハンディーマン、よいしょ、ハムストックタイプとボックスタイプがいましたね。これ元人間なのかな。えぐいですね。さあ、ロックピック、ちょっとあの元を、ハンディーマンの心臓、元を手に入れるためのあのキーコードを手に入れたいんですが、今のところまだ一個も見つけられていないですよね。目が赤いのでどっち向いてるか分かりやすいです。ここでも首が、至るとこで足音してる子、怖いな怖いな。大丈夫、正面でも殴れば気絶する。あと2人います。距離出ましたね。お、あ、彼は重装備だから撃たないと眠らないタイプ。そしてもう一人女性がいましたよね。彼女は外に出たんでしょうか。いや、じゃあ戻ってくる前にここ調べちゃいましょう。手巻きの缶、通気口に入る、どこ、 ありました。からさっきのモッドのところに行けるかな。デジの呪文を犠牲にしてわざと殺されたんだもん。私を変えるために。でも一体何、人殺しさ。思惑通りのことね。でも私は殉教者になれないか。あなたはあの時どうやった。エリザベス、俺はブッカーじゃない。私だって違う。おお、懐かしい。鍵かかってるよ。よし、やってみよう。よし、敵がいないのでゆっくりできますね。赤以外を避ければ OK。 よし、お、止まりました。
味方にはならないんですね。止まるだけで。あ、ここは。ここ進むとこじゃないか。ちょっと待ってください。どうしてもあのモッドが欲しいんだ。見えるとこにあるけど、行き方がわからないというのは、こう拷問に近いですね。君も、お尻に注射。来るなぁ。これ戻ってるなぁ。これ来たとこだなぁ。あぁ。よいしょ。こっちから行くのかなぁ。エマージェンシー。何かのゲームではこういうとこは上のシャッターに電気を流すと開いてくれたものなんですが、開かない。どっちから来ましたっけ。エアダクトから来ましたね。エアダクト、どこのエアダクト。そこですね。もう戻れないようだ。あー、行こう。しょうがない、行きましょう。いろいろ見逃してる気がするな。あれ、ここは何もないみたいですね。食料、弾薬いっぱい。そう、エリザベスさんだから、あのシールドが貼られていないんですよ。よいしょ。だからあまりドンパチできないんですよね。ドンパチすると不利というか。テストリ、フィンクとスーチョンは同じものを研究してたのか。ルーテスたちと同じね。時空を超えた共同研究よ。時空、ルーテスたちと同じ。あ、ソングバード。面白いですね。ルーテスたちと同じ。ルーテス双子じゃなくて、他の世界では男性だったりしたとか、そういうルーテスさんの情報が全然ないからな。ビッグダディ、考えてみればどこか似てるわね。リトルシスターとビッグダディ、ソングバードと私。変わらないようでいて変化する。これはティアの向こうのビッグダディ。なんかループしてる気がする。はい、コーヒー飲みます。被験者一覧。ダメだ、こういうのはついつい探検してしまいますが、被験者ということは人間ですよね。詳しいことはわからないのかな。お、クロスボウの矢。ソルト、やっぱコロンビアがいいな。いけない。迷路です。でもこう、あのウィーンがない分、こうやってゆっくり見られるのでいいですね。ウィーンがあると、レバーがあります。こう目的地までの最短距離が分かってしまうので。あ、お猿さん、ゴリラ、なんか妙な形ですね。引いてみますか。なんだこれは。擦り込みよ。あれはいわゆる代理母。代理母。ゴリラを母親から引き離すと、あんなものだって母親だと思い込むのよ。なぜフィンクはそんな研究を。ソングバードよ。私を親だと思い込ませたかった。記憶が正しければ大成功だったな。ああ、残酷だな、なんか残酷だな。こうやって今見てることは、本編をやってない人だと何のこっちゃですけどね。ここはあれなんでしょうね。
ワンちゃんみたいですけどね。なんかあのウッカーさんが未来に飛ばされた時にこんな雰囲気の敵がいましたよね。突然レバーを引いたら後ろに現れてのシーンなんですけど、こっちしか道がないです。行きますか。こういうところはだいたいガラスが割れて、かわいそうに。フィンクは擦り込みに失敗した動物を見殺しにしたのね。見殺しにしたのか。わあ、これ下見ると下にもたくさん転がってますね。なんでこんな液体につけ込んでいるんでしょうか。また後でデータを取るんでしょうか。上に何かありましたね。上に行きたいんですが、フックが、フックそこだけですね。行きたいとこはだいたいシャッターが閉まってます。擦り込みし子供の頃のことだからずっといてくれたのよ。なんかすごい音声飛んだ気がしますね。あ、ソングバード、試作機、すべての生体マーカーを再調査。生体マーカー、プロトタイプなんでしょう。人間なのか。だったらどうするの。特にこう生物的な要素があるのかな。いい音だな。どうやったらこんな音が作れるんだ。こうネバネバした感じの。結構金属音は簡単に作れるんですけど。催眠療法も試したみたい。ソングバードに結果は。あなたも知っての通り。来ました。わあ、新しい事実がたくさん混乱してきます。ソングバード、ウッカ、映像の女の子、私、思い出したわ。彼はあの時塔に激突したの。何かと戦っていたんでしょうね。私は何かが起こる気がしてそこにいたんだけど、彼は倒れ込んだままうめいていて放っておけなかった。ライオンと羊飼いか。随分科学的だな。あのまま死なせてあげればよかった。そうしていればきっと搾取するものとされるものの輪からは逃れられないのね。私、カムストック、あなた、サリー、血で染まった輪みたいだわ。真っ暗だな。あ、毛髪サンプル、ここだったんだ。
これがスーチョンの言っていた遺伝子サンプルね。君の髪の毛を取りにここまで来させたのか。スーチョンは私がソングバードの刷り込みに成功した子供だって知らないもの。そっか。彼は全ての答えは DNA にあると思ってるのよ。共感することを高度な化学反応だと思い込むほどに。お、これで開いたわ。手分けして持ち帰るべきものがないか探して。生き残りもね。これでさっき行けなかったところに行けそうですね。よし、スーちゃん、ふきさんがいるな。どこでしたっけね。ここでしたっけね。見逃しているところ。ああ、これ撃った矢は回収できたはず。できない。できる時とできない時があるんですね。これはビッグダディ。何が会議に提案してくれた。で、ここが被験者。あれ、なんか、お、部屋が、シャッターの閉まった部屋がこっちかな。よいしょ、よいしょ。こっちには敵はいませんね。ここのシャッターも開いているのかな。あそこも開いてますね。全部開いちゃいました。モッドが欲しいんだな。オックスフォン、ジェレミア・フィンク。ソングバードに関するこの大きな進展は、私とあの東洋人博士との取り決めに新たな光を投じるものだ。この提携を続けることで、私はさらに多くを手にし、あらゆる謎を解明できるようになるだろう。スーチョンが私にもたらすのは、せいぜい食べ残し程度。しかし私が手にしたいのは、高級な肉料理だ。提携というより、フィンクさんから何が得られるんでしょうね。スーチョンさんはこっちは戻っていく方ですね。急げ。あのさ、なんでお前が仕切ってるんだ。オックスフォン。フィンク工業の事業に関して懸念を抱く者がいることは承知している。あ、もう一回。あれ、なんでボックス。よし。フィンク工業の事業に関して懸念を抱く者がいることは承知している。奴らは我々の調査が災難や害をもたらすという噂に不安を募らせているらしい。しかし、そういった連中には一つ簡単な問いを投げかけたい。愛する者の健康と安全を保障するためなら何でもしようとは思わないかね。私は諸君の子供たちが健康に過ごせる未来を実現したいのだ。一の予防には十の治療と同等の価値がある。本当かな。ここ来ましたっけ。まだですよね。あ、ボックスもたくさん見つかる。カムストックは心配ないというが、はい、フィンクトンでの不穏な動きは全くもって気に入らん。今後導火線の短い色黒の女が騒動を起こし、強制避難命令が出た場合に備え、幾ばくかの蓄えを隠しておいた。お、場所は私の像の土台の近く。私が騒乱の間と呼んでいる部屋の中だ。コードは8371に設定した。8371、ここですか。8371、
それともさっき見たやつでしょうか。8371ゾウの。お前はどっちの味方だ。凍らせます。はい、まだできない。誰の仕業。名を名乗れ。ブタリシーを。始末。あかん。あれだ、難しい。キーコードのある扉を探しています。ここじゃないですね。よし、これでたくさん眠ってくれるはず。さあ、キーコードのある部屋。なんで来るんだ。テイ。あー、